行こうぜ。レッドフード、出撃するぜ。さて、何を着ればいいのかな。指揮官の服を着ていってもいいですか。ご主人様、すみません、起こしちゃいましたか。なるべく静かにお掃除しようと思ってたのに、うっかりコップを落としちゃって。もちろんです、すぐに片付けますから、ご主人様は近づかないでくださいね。眠れましたか、アリス。はい、私、優勝する夢を見ました。そうですよね。すっごく幸せな気持ちでした。だから、今日も勝ちましょう。もうすぐ片付け終わるので。おお、またやっちゃいました。すみません、すぐに片付けます。私もお手伝いしますね。
しちゃったらどうしましょう。じゃなくて金のウサギさんはどうよ。お、金のウサギさん。みんなおはよう。どう、準備はできてる？そうだけど、2回もやったんだから、とりあえず体を使うゲームっぽいのはわかるでしょ。最初はリレーで、2つ目はモグラ叩き。だから3つ目は、瞬発力が必要なゲームとかでしょ。アリスとソーダはどう？私は何でも大丈夫です。最初のゲームも2つ目のゲームもすごく楽しかったです。でもせっかくなら走るゲームだと嬉しいです。ウサギさんだから得意なんです。そんな。じゃあそうだわ、はあ、そうだ。え、ああすみません、ちょっとぼーっとしちゃってました。私もどんなゲームでも大丈夫です。もうアリスと同じぐらい楽しめてる感じ？というよりは、どんなゲームでも同じようなことだと思うので。へえ、そうなんだ。とにかくルピーはルパンたちとお兄ちゃんのチームを応援してるから、今日も絶対勝ってね。バレちゃった。実はヤンとドラーとかけてるんだよね。二人は37にかけたけど、私はお兄ちゃんチームにかけたよ。だから絶対に、絶対に勝ってね。皆さん、三つ目のゲームをそろそろスタートします。参加者たちはステージ前にカモン。あ、もうすぐ始まるみたいです。早く行きましょう、ご主人様、アリス。はい。昨日、ミルクと一騒動あったって聞いたけど、やっぱりいつもより元気ないね。そうだ、大丈夫かな。じゃあさ、エイドとココアを呼ぶのはどう？観客とのコンタクトは禁止だけど、応援してくれる人がいたらちょっとは元気出るんじゃないかな。
どうして？ああ、ソーダがそう言われたら本当にやめちゃうから。まあそれなら仕方ないね。心配は心配だけど、お兄ちゃんがいるから大丈夫でしょう。ほら、もうみんな集まってるみたいだから早く行って。よし、それじゃ私も配信しながら見学しよっかな。オッケー、皆さん集まりましたね。早速ラウンド3のゲームを紹介しましょう。次のゲームは空からコインが降ってくる。空からコインが？制限タイム内に空から降ってくるコインをカゴに入れまくるゲームですよ。 But コイン以外のものも一緒に降ってきます。ちょっと手荒に扱えばイージーに割れてしまう。 So この卵をカゴに入れてしまった瞬間、そのチームはそこでゲームオーバー。そこまでに集めたコインの枚数で勝負になりますよ。相手チームへのコインの妨害や衝突は即失格です。気をつけてくださいね。ミーの説明はここまで。各チームカゴを3個ずつ持っていってくださいよ。あれ、監督、とうとう会いましたね。勝てば準決勝でしたっけ？その通りであります。はあ、事件が起こらないのであります。コインラッシュはマスタング社長が直々に管理されている場所。事件の起こる隙間すらないのであります。いいことなのでは？私はサプリメントが飲めなくて憂鬱で。え、じゃあさっき飲んでいたのは何だったのでありますか？サプリメントです。矛盾発見であります。サプリメントを飲んでいるところは私も見たであります。正確に言うと20錠飲まないといけないのに19錠しか飲めなかったんです。一つどこかに落としちゃって。まるで足が生えたかのように忽然と姿を消したサプリメント、事件発生でありますか？あちらの話は終わりそうもないので、今回のゲームよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、それから、そうだ。あ、はい、何でしょう。今日のゲームは、昨日と同じくらいでも大丈夫ですので。はい、それはどういう。フォルクバンとノベルは張り切ってますが、私は体を使うタイプじゃないので、適当に手を抜いてます。それが間違いだとは思いません。それぞれ得意不得意はあるものですから。あ、私も実は昨日モグラとして一度しか顔を出さなかったんですよね。なんとなく
同じものを感じたと言いますか。うん、それはごめんなさい。エクシアの言ったことよくわかりません。だって私は手を抜いてなんか。え？OK。 今からゲーム開始です。最初に対決するチームは前に出てきてくださいよ。あ、始まるみたいです。危ないですから早く離れましょう。はい。何か悪いことを言ってしまったんですよね。はい、わかりました。 OK。 ボリュームチームとクラストチームの勝負はここまで。より多くのコインを集めたチームはズバリボリュームチームだ。準決勝にはプリマドンナの皆さんが進出しましたね。今回勝てば次はあの人たちと対戦、それに勝てばついに37の皆さんです。では次のチーム、ソーダチームとフォルクバンチーム入場してくださいよ。よろしくお願いします。皆さん楽しみましょう。フォルクバンチーム、ここでゲームオーバー。ソ
ローダチームはあと少し。キープファイティングですよ。ふえ、大丈夫ですか、ファルクバン。はい、大丈夫です。フォルクバンが転ぶなんて、これは大事件であります。探偵ノベルが事件の真相を解き明かすのであります。おお、分かったのであります。ソーダの落としたコインが地面に散らばっていたのであります。ちょうどその時、卵を避けようとしたフォルクバンがコインを踏み滑ってしまったのであります。結局卵も避けきれずに悲劇が起きたということであります。私の推理どうでありますか。あ、じゃあ まさかまた私のせいで。ノベルの話を真に受ける必要はありませんよ。そうだ、半分正解半分外れです。はい。足に汗をかきすぎて靴が滑りやすくなっていたんです。だから卵を避けようとした時、滑って勝手に転んだだけです。ソーダのコインとは何の関係もありません。はあ、それにしても暑すぎですね。あ、そうでしたか。そんなことより、監督とアリスがすごく頑張ってますよ。行かなくていいんですか。あ、まだゲーム中でした。戻りますね。すごく楽しかったです。ふーむ、驚きましたね。今回のゲームの結果は、両チームぴったり同点でしたよ。ではこれしかありませんね。ルールに従って30分間の休憩の後、もう一度プレイしてもらいますよ。では早速一杯やりに行くとするかね。アリス、もしかしてお二人も私が手を抜いてると思ってますか？え？どういうことですか？
緑のウサギさん、手を抜いてたんですか？私にもよくわかりません。私は頑張っているつもりだったんですけど、他の方には手を抜いているように見えるみたいで、やる気も必死さも感じられないって。そんなことないって思ったんですが、やっぱり皆さん私とは全然違いました。汗を流して目もキラキラしてやる気にあふれてました。こんな私がゲームに参加し続けていいんでしょうか。相手を任す覚悟も踏み台にする勇気もないくせに。私もうここまでにしたいです。はい。緑のウサギさん、優勝したくないんですか？したくないわけじゃありません。でもできないんです。他の人たちに勝てそうにありません。勝ち方がわからないんです。みんなで楽しむものだと思ってたのに、今悔しがる人や落とされる人がいて、ゲームをすることがすごく辛いんです。え？勝ち方がわからないなんて不思議ですね。今まで全部勝ってたからここまで来たんですよ。それはお二人がとてもお上手だったので。私は皆さんの邪魔になってばっかりです。ご主人様、最初のゲームの時に怪我をされていますよね。今も包帯を巻いてます。いつもより肩を使わないようにされてますし、洋服に厚みがあります。二つ目のゲームは私がおかしなことを言い出してきちんとプレイもできなくて、相手チームにも失礼なことをしてしまいました。さっきだっていたのが私でなければもっと楽に勝てていたはずです。途中でカゴをひっくり返してなければ。それにファルクバンが転んだ時助けに行ったりしなければ。緑のウサギさんがいなかったらそうはなってないはずです。そんなはずありません。私はもうお二人に迷惑をかけたくないんです。だからここで終わりにした方が。はい。私は優勝してウサギさんたちと一緒に記念写真を撮りたいです。だから頑張ってるんですよ。私はもちろんメイドカフェを守るために。それはそんなことは。いえそんなことはありません。私にとってかけがえのない友達です。失敗だらけの私を信じて大切にしてくれる人たちです。何かと比べることなんてできません。時はその時、それでも挑戦はしないと。それはそうですけど。
そうだ、あなた任せになってしまってごめんなさい。重荷に感じるならやらなくてもいいのよ。うさぎさん、緑のうさぎさん、とっても苦しそうです。やっぱりここで。私やってみます。あ、緑のうさぎさん大丈夫ですか？はい、私を信じてくれた二人に諦めるところを見せたくありません。せめて頑張ったって。ソーダにしては本当に頑張ったって認めてもらえるように一生懸命頑張ります。あー、よかったです。またゲームできますね。私も頑張ります。はーい。はい。それでは、ソーダチームとフォルクバンチームの延長戦、ただいまよりスタートしますよ。こっちは私にお任せください。オッケー、両チームとも順調そうですね。残りタイムはわずかですよ。タマーグももっと増えますよ。気をつけてくださいね。あ、ご主人様、後ろ気をつけてください。アリス、カゴがすごく重そうですけど大丈夫ですか？コインは十分取れてますから、無理せず安全に行きましょう。はい。あちらはさっきより調子が良さそうに見えますね。私たちももう少しペースを上げましょうか。望むところであります。頑張って隠れてます。また足に汗をかいてしまって、お尻を打ってしまいました。大丈夫でありますか？はい、コインはほとんど無事です。また卵です。気を
をつけて。よそ見はしていないようですね。今度はいい試合になりそうです。時間がありません。追い上げますよ、ノベル。了解であります。はい、ゲーム終了まであと5秒。5 4 3 2 1。 OK、 そこまで。皆さんはウェイトしてください。すぐに結果を発表しますよ。そうですね。でも結果は関係ありません。すごく頑張りましたから。緑のうさぎさんはどうでしたか？初めて心から集中できた気がします。迷わず周りの目を気にせずに、すごく頑張りました。私もはしゃぎすぎてカゴをひっくり返しちゃってたはずです。もしこれで勝てたら全部緑のうさぎさんのおかげです。私、皆さんのお役に立てたんですね。こうすれば勝てるんですね。あれ、緑のうさぎさんまたピカピカです。皆さん、両チームのコインの集計が終わりましたよ。2回にわたる白熱のゲーム、2度目の対決で決まった勝負、その勝者はなんと、ソーダチームだ。私たちの勝ちです、ご主人様。アリス、勝ちました。万歳。両チームとも大健闘でした。残念ですが、フォルクバンチームはここでゲームオーバー。これにて3種目のゲームが終了しました。リタイアした選手は引き続き見学しても退場しても OK です。 Tomorrow のゲームはいよいよ準決勝ですね。ソーダチームとボリュームチームは万全のコンディションを整えてくださいよ。では、 Have a good time。 はぁ、汗がどんどん流れてきます。皆さん、お疲れ様でした。流されている汗の量を見れば、負けても悔しくありませんね。あ、フォルクバン、さっき転んだところは大丈夫ですか？大丈夫です。きっとサプリメントが飲めなかったせいで力が出なかったんだと思います。そうでしたか。お手伝いしたかったのにできませんでした。ごめんなさい。どうしてソーダが謝るんですか？え？同じチームでもないですし、ただ転んだだけですよ。でも助けられるのに知らんぷりしたわけですから。競争とはそういうものです。謝ることではありませんよ。ふい。皆さん、そうおっしゃってくださいます。暑いですね。とにかく頑張りましたが残念です。でも楽しかったですね。え、私とですか？もちろんです。頑張っていましたよね。集めたコインも一番多かったですし、観察力がありますし、
運動もできるんですね。私がですか？もしかして私の手が汗でベトベトだから握手したくないとかですか？そろそろ恥ずかしくなってきました。あ、いえ違います、とても光栄です。でも一つだけ聞いてもいいですか？もちろんです。汗が止まらないので握手はここまでにしましょう。あ、はい。そのエクシア、ずっと隅っこにいましたけど、それってお二人は気にしないんですか？なんと、今のソーダの発言にはおかしな点があるのであります。え、エクシアはちゃんとゲームに参加していたのであります。もちろん周りから見たらサボっていたように見えたかもしれないでありますが。サボってたなんて誰も言ってません。言葉に気をつけてください。参加していたんですか？そうですよ、エクシアは運動が苦手ですから。私たちと同じように動いていたらすぐに卵に当たって負けていたはずです。だから何かが降ってきても当たらない資格を探してそこにいただけです。つまり私は私なりのプレイをしたんです。無理をしたって意味がありませんから。必死に走り回るのが必ずしも正解というわけではないので。あ、そうだったんですね。じゃあ私は部屋に戻りますね。ここは暑すぎます。応援してますので絶対に優勝してくださいね。私もゲームが更新されたはずなのでランキングを狙いに行きます。私は引き続き事件の匂いを探して周囲を捜索するのであります。緑のうさぎさん。はい。やれ
これすごく美味しいですね。もう一杯飲んでもいいですか？ありがとうございます。じゃあ注文してきますね。美味しいです。すみません、ちょっと考え事をしていて、今までとそれから今日もなんでゲームに勝てたのか考えていました。ゲームに向ける気持ちは皆さんいろいろあって、向き合い方もみんな違うものでした。見てくれている人のためにプレイするのがルピーのゲーム、結果のために全力を出すのがミルクのゲーム、それからメンバーの足を引っ張らないことがエクシアのゲームでした。それで私は今日のゲームで初めて真剣に競争して勝てました。でもそれって今まで勝てていたのは運が良かっただけってことですよね。そうですね。でもきちんと戦っていなかったんです。ルピーが転んでなかったら、メアリーが穴に挟まってなかったら、きっと負けていたはずです。エクシアは何もしていないように見えても、本当は自分にできる一番いいプレーをしっかり考えていて、チームのメンバーも納得していました。でも私は自分だって必死だって言いながらただ逃げていただけでした。争うことが怖いから、誰かを傷つけたくないからって。でもやっとわかりました。このゲームで勝つには結局ぶつかり合うしかないんですよね。もちろんです。ご主人様の言った通り、今はメイドカフェを守るのが一番大事なことですから。それにアリスとご主人様がいますから。はい。あの時言ったことなんて全部嘘です。やめたいって言ったことも、やる気になれないって言ったことも、私だってずっと勝ちたかったです。私なりに頑張ってたんです。メイドカフェを失いたくないから。ココアとエイドの期待を裏切りたくないから。でもこんな競争初めてで、どうすればいいかわからないし、みんなに怪我もさせたくないし、覚悟もないのにわがままばっかり言って本当にごめんなさい。好きなだけ泣けばいいっておっしゃいます。そうすればすっきりするからって。ありがとうございます、アリス。知ってますか、緑のウサギさん。はい。今日勝った時喜んでるのを初めて見ました。そうでしたか。はい。その時とってもピカピカしてました。だからこの調子でいきましょう。私は二人ともっと遊びたいです。ピカピカで緑のウサギさんとずっと一緒
頑張ります。諦めません。みんなで頑張りましょう。はい、ピカピカウサギさん。できる。すみません。寝坊したせいでお掃除もちゃんとできません。